また前線が九州のすぐ南に停滞し、日曜日までは曇りがちの天気となりますが、月曜日には太平洋高気圧に覆われ青空が広がって洗濯日和が戻るでしょう。ただ来週は今週と比べるとぐっと気温は高くなり、広い範囲で真夏日になるようになりそうです。このため冷やし中華など冷たい食べ物の機会が来週になると増えると思います。材料などを買っておくと活躍するでしょう。以上、天気でーすでした。ではここでアサヒビールからのお知らせです。アサヒビールは今年のお中元シーズンに向けて、ビール、飲料、洋酒、ワインなど種類の豊富なギフトセットを今日から発売しました。今年のお中元ギフトセットもラインナップが豊富です。まずは定番のアサヒスーパードライのギフトセット、そしてギフト限定の特別限定醸造商品として毎年好評の国産原料 100% アサヒスーパードライジャパンスペシャルがあります。さらに今年はお中元ギフト限定商品としてアサヒスーパードライジャパンスペシャル増量が新発売です。
テンの久保と申します。